はっきりね。こんばんは、いやこんばんはって言ってもね、明るい明るい、なんかこんにちはって雰囲気ですね、もう一回こんにちはですね、午後7時になりました、第295回のしゃべくり祭りの時間です。今日の祭り暑かったですね、今日ね、今仕事から帰って慌ててきたんですね、夕刊見る暇なくて持ってきたんですね。またここにあの松本で気温ぐんぐん水辺で遊ぶっていうのがありますね、一面に。それからね、素晴らしい記事ですね、新人、2人宇宙に挑むってね、来月初飛行の大西さんと地上から支援の中野さんっていうこの、2人でね、子供の頃からの夢実現と、素晴らしいですね。ここに写真写ってます。今日の一面ね、素晴らしい、記事ですね、女性市長、初の女性市長でね、ありました。ということで、今日もですね、生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、ご案にお住まいでですね、ご案のですね、七面大明神の法参会の会長の北村さんにおいでいただきました。北村さん、よろしくお願いします。よろしくどうもお願いします。ところですね、北村さん、今のお話申し上げました七面大明神というのはどこにある、これですか、こちらですかね。はい、七面蓮城寺の境内な。うん、境内で、はいはい、中に場所的にはここのなんかすぐそばですか。ここから本当に、まあ行って200メーターぐらいこう行って四つ角ありますから、そこを右、地蔵峠の方へ向かって100メートルが上がるね、うん、左側に2軒目、お寺がこう続いてますけどね、ここが、はい、ここですね、ここがここってことはねえな、そうだね、町歩きセンター、ね、それでこの道を上がる、ね、ん逆か、あ、逆か逆だ赤い線のところだ。なるほど、ここですね、うん、はい、わかりました。逆言っちゃいけないですね、はい。ということで、それでこの七面山っていうのはどういう意味ですか。七面山ね、七面山っていうのはね、どうだ、七面天女っていう難しい言葉なんですかね、はい。そういう、まあ今は七面大明神って、まあこう読みにね、うん、あれで言ってるみたいですけどね。おお、その七面というのはどういう意味、八面は分かるけどね、四方八方の八面は分かるけども、どうして七面七面なんですか。で、七面をね、うん、こういう七面を開き、八方のうちの鬼門をね、この閉じて、七面を開くと。なるほど、そういう、ね、じゃあもともとは八面で、その一つの鬼門を閉じて七面と、いいとこだけ、いいとこ取りだ、ね、ああ、なるほど。で、七面さんなんですか。世の中そうならいいけどね。あ、そうならいいですね。山さん、そう言ってるんじゃないですか。いやいや、難しくね、そうですか、わかりました。まあ、素晴らしい神様なんですよね。ね、その七面、そのいいところだけ取った神様。そうですね。でも、お寺の中に神様ってあるんですか。中にね、立派なね、七面の中にね、相当の、まあ、お役人っていうのはね、うん、ありますよ。神さんが。おお、で、これあれですね、お祭りは昔というか、明治時代はなんかすごく賑やかだったって、今も賑やかなんですけどもね、明治時代の方がもっと賑やかだったっていうような話ちょっとちらっと聞いたんですけども、まあ、そうだったんですか。それどういうこと。賑やかだった時はね、うん、やっぱり松代町のその
製紙工場、うん、盛んな時なんですね。あ、なるほど、うん、だからこの年に一度 の、 その8月8日9日に七名さんに、うん、縁日お参りに来れば、うんうん、そこにみんなご縁があったんだよ。これが一番の製紙工場あったからこうやって製紙工場の皆さん女工さん時間来たってことですかね。そういうことだね。ああそういうことでね、真っ白の人口から見ればね、うん、大したもんですねこれ。女工さんっていうのはどのぐらいいたんですか。うん、やっぱりね、何千人もいたんですか。3000人ぐらい、ね、わそりゃすげえ。それがみんな繰り出してきた、ここにいてね。あじゃああれじゃないですか、若い女工さんという娘が来ると、地域の男たちは黙ってねえんじゃないですか。黙っていないようだね。ねえ、うん、じゃあそういう人も来るからこうにぎやかと。まあそういう中で七名さんがどん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 この栄えてきたんじゃないですかね。そうなんですか。でもなんかやっぱりちょっと聞くところによると、あれ衰退しちゃったっていう、その明治時代にそんなに賑やかだった七名さんが衰退しちゃったというのは、なんでこうなくなっちまったんですか。これはちょっと難しい、うん、話になると思いますけどね、うん、やっぱりこうお祭りを、うん、こういう引っ張っていく指導者がね、うん、やっぱりこれ欠けちゃうと、あどうしてもお祭りってダメになっちゃうからね。それでやめちゃったと、うん、そんなのあると思いますけどね。それで手間さんのお兄さんが、うん、あれいつ頃、昭和の初めぐらいですか。40年後だと思うよ。あその頃に復活なんかさせた、復活しようとね、うん、思って、うん、で先代の蓮城寺の住職さんに相談には行ったんだけどね、やっぱりご商人はね、うん、あんまりいいお返事はしていなかったんです。あ、そう、どうするの。やっぱりね、衰退したお祭りってのはね、うん、あ復興は難しいんですよ。あなるほど、やってみたけど、まあ、ダメだった。じゃあ、うん、困ると、おっさんの立場困るんでしょ、うん、立場もね、あるもんね。そういうこともあってね、まあ再三うちなりも町中ここに会長さんも歩いてね、それでお願いして、ぜひ、七面絵日を復興してくれってので、ね、それでやったんだよ、ね、でこれが写真ですか、お兄さんの頃の。そうですね、これがそうですか。そこの受付にね、うん、いる。あこれがそう、まだ、あ受付、あこれが受付、そのこのお兄さん座ってるんですわね、向こうに腰掛け、これお兄さん向こうに腰掛けてる。ああネクタイやって、この方が、はいはい、ああこの方がお兄さんで、はい、貫禄あるですね、会長で、はい、でこの下が、この下が、ええ、じゃあこれは、にぎやかにしてもらうにはっていうのでね、うん、もう知り合いのその小さなお店さんをお願いしてね、出張してくれやと、ほうそういうので数年やってましたね。あそうですか、はい、でその横のところが、これも同じですか。これも同じだね、出店で出張してきてるお店屋さんだね、うん、おもちゃ屋さんとか花火屋さんとか、はあ、でその上が、これは法産会で、うん、行ってる、これは鯉釣り。あ、鯉、うん、へえ。これ人気あったね、鯉釣り。鯉釣り捕まえてますね、捕まえて釣ってね、もう鯉はね、先生か釣り上げてね、背中半分上がるのも釣ったことにして網で釣り上げてる。これが、これはこれ金魚すくい。あーやっぱりなんか今とちょっと違って古い感じですね、やっぱりこれね、うん、あこれは、あすごい、これはね、似合いですね。これちょっと見るか、うん、蓮城寺の本堂の方から見た境内の露天商のね場所だね、これ。あー、うん、はい、ってこれが、これはね、植木を売ってるんですか、じゃあ貝でも、うん、何変わったもんです。これはね、うん、あれヒマラ的、うん、山へね、うん、
雑草の取りって、うん、それを盆栽に育てて、あ、自分で育てて、そうそうそう、はあ、それであの、やったんだね、はあ、はい、それでこれはこれはね、貝のおでん、おでん、はい、ほう、なるほど、やっぱこれは今も人気あるね、おでんは、なるほどね。それでこのお祭りっていうのはどんなあれですか、なんか言われがあるんですか、これは特に、特にまあ七味さん縁日をにぎやかにするっていう、うん、我々会員はね、うんうん、そんなような楽しみでやってるんだね、うん、あ、そうですか、ね、それでさっきは、30年40年ぐらい前の写真があるんだけど、これは今の写真ですか、ちょっと見れるこれは、あ、これは入り口ですか、今のはね、入り口だね、入り口、はい、あ、奥が本堂、これまっすぐ奥が蓮城寺、蓮城寺で、そこの、まあ、提灯かかっていますね、ゆずつだか、その提灯の左入ると、あ、さっきの七面さん、あ、なるほどね、あ、はい、でこの次が、あ、これが七面さんだ、これが七面さんですね、あ、なるほど、立派ですね、これに、まあ、お参りすると応援がよく、ね、なるほど、あると、ね、はい、でこれ、お、これ今、これはご住職ですか、ご住職ですね、あ、はい、まだ若いですね、若いですね、まだ40代前半だね、あ、これがちょっと外から遠くから見た人ですね、そうですね、あ、なるほどね、それでこちらが、あ、今度は中入りましたね、あ、中入ったね、さっきの40年前とちょっと違いますね、イメージが違います、ね、今風ですね、金魚水槽を増やしたね、うん、なるほど、ええ、4つぐらい増やしましたよ、うん、はい、これもやっぱり金魚作りそうだね、あ、これは境内ですか、これ境内だね、あ、いや、すごいですね、こんな人、うん、これね、うん、これも蓮城寺の方、お寺の方から取った本土が取ってるんですね、ええ、ああ、なるほど、逆に取ったね、あ、これもそうですか、あ、これは外から取ってるんですか、これも、そう、これも蓮城寺のあれ、うん、通られるから、あ、ね、なるほど、あ、ええ、あの奥のヤンドが七面さん入り口の、ああ、七面さんの提灯だね、ああ、なるほど、ええ、あそこに見えてるのが七面さんに書いてあるやつか、上にあるのが、そうですね、あ、なるほどね、あ、これはこれはあの歩行者天国通りですね、あ、これ通りですね、これちょっと下の方の青く見える方は、うん、ちょうどあの四つ角の辺ぐらいになるね、あ、うん、やっぱりこれ道でもこんなにすごいんですね、あの天気をぐらいになるね、あ、特に土日なんて一番いいね、これはあの町の防犯暗渠の方、こんなにたくさん来てくれてるんですか、え、あのやっぱり人手が多いわけだ、そうですね、こんなにいっぱい来てくれてるんですね、来てね、こういう人たちもたまげてますよ、ね、多いと、七名さん、こんなに多いお祭りはねえと、うそうじゃね、本当にそういうこと、そういうこと言わね、あの混んでます、混んでますよね、ああ、そうですか、いや、素晴らしい、ね、お祭りですね、でこんなにたくさんね、おいでいただくんですけども、スタッフの皆さんとか係の人ってのは何人ぐらいでこれやってらっしゃるんです、まあ会みんなうん、ここに分担してね、うん、やってますけどね、今現在では、うん、会員は50人ぐらい、あ、そうなんですか、それで見せる、そこへお祭りの2日間はね、うん、その親の子供さんとかさ、あ、みんなそのお手伝いしてる、まあ大体それが70人になるね、またね、お手伝いね、やっぱり基本的にはご案の方ですか、ご案の方ですね、ご案の方、なるほどね、うん、それでその先ほどもね写真にあったんですが、はい、その2日間で何人ぐらい、1万人2万人来るの、そんなにやかないか、
そんなにはこれ、そんなにはこれかね。では来れば、うん、来ればここら辺にいなかでしょうね。まあ七名さん、うん、まあ、一日で何人ぐらい、まあ大体わし見てもね、千、うん、人や二千人来てんだね。ああなるほどね。そうなんですか。やっぱり地域の人はお出になる方はやっぱり町の人が多い。そうですね、地元の人はやっぱり多い、多いやね、うん、そうですか。このですね、まあ時間もねだいぶ過ぎてきちゃったんですけども、はい、その七面山大法参会の、会長さんとしてですね、お気持ちはどうですか。どんな、やっぱりいっぱい皆さんにおいでいただくっていう、まあこういうお祭り開いた以上はね、にぎやかにできれば一番いいんですがね、うん、まあ毎年それが、どういうふうにやればこうみんな喜んでくれやっていうね、うんうん、まあそういう考えをみんな会員そのものを持ち寄ってね、会議を開いてるんですがね。なるほど。まあ会長さんとすればですかね、皆さん、事故なくね、こういっぱい電気つけたりするんで事故なく、おいでいただいた皆さんに楽しんでもらえればいいってところですかね。ね、まあそれが一番ですね。あ、なるほど。それはでもだいぶ時間も過ぎちゃったんですが、一言、最後に一言だけ何かありましたら、はいはい、ない。最後に一言ね、うん、まあちょうどね、七面法参会が今年で45周年なんだよ。それで、うん、それ前にね、まあ、七面振興会って名前でやったんで、ね、うん、うん、これはちょっと読み方もよくないっていうのでね、それぐらいだと50年になるんだね、うん、そうするとね、私は真っ白町のね、もうなんか50年っていうのはね、うん、節目でね、うん、節目でやっぱりちょっとこの今、昔の明治のさ、うん、衰退気味になるんじゃねえかなっていう、うんうん、はあ、ここをなんかある、どういうふうに、うんうん、これ今今年の今一番だね、あ、会長の名前だね。あ、じゃあなんかやるイベント、まあ、大イベントやる、やりたい。そのイベントをね、やっぱり、うん、この日はこの七名さんよっていうことはね、うん、そんなら歌文句はねえけどね、うん、そんならあれでちょっとね、どうかな、うん、案を出してね、会の皆さんがどうに考えるか、うん、じゃあなんかね、イベントを考えてると。はい、そうです、ね、50年で、ええ、あ、そうですか。また素晴らしいイベントやっていただいたんでね、皆さんに喜んでいただきたいと思いますね。そうですね、はい、いや、どうもお忙しいところありがとうございました。あ、いえ、どうもお世話になりました。ありがとうございました。いや、三田さん、はい、ご苦労さんでした。以前ね、ちょっとね、うん、お伺いしたことあるんだけど、うん、すごい賑わい、うん、すごかったです。そう、七面さん、そうなんですよ、そうなんで、はい、ということで、はい、お知らせも、はい、来週はね、はい、来週はではなくて6月25日、はい、今週土曜日ですね、またマスロ学講座って夢空間がやりますけれど、マスロ公民館の体育館でね、1時半からやる予定でいます。池上正太郎に描かれた真田信之っていう形でね、うん、真田丸に関係したことでねやる予定でいます、うん、ぜひまた参加いただければなというふうに思います、うん、でその隣がですね、樋口家住宅なんですけど、日曜日、ね、26日、うん、これもね、あれでね、蓄音機、ね、蓄音機、いいじゃん、聞いたことあるの、懐かしいでしょ、知ってる皆さん、知ってる、ね、今の若い人は知らないでしょうね。そうそうそう、レコードを聞く、いやでもね、これまたね流行りだしてんだよ。あ、そう、うん、でこれをね、レコードを聴こうよっていうのでね、やるんですよ、またこれね、うん、これもね、樋口家住宅でね、やる予定でいますんでね、これがね、10時から、ギンギンギンって、あ、そういうのやらなくてもいいかもしれない、うん、ちょっとそうね、ちょっと見てないから分かんない、こうやって
やるの？やる、あ、やるんだって。やるんだ。昔ね、ほら小学校の頃さ、うん、余計な話だけどね、うん、ここに巻くじゃん、うん、で途中で切れてきたんだけど、うん、やんやん、あー、そうそう、ありましたまた時間あ、それ、いいね、それ聞けるって、あ、いいじゃん、うん、いや、そういうのでね、うんうん、ぜひこれもまたね、はい、聞いていただければいいかなというふうに思います、はいはい、で、来週のここ、はい、来週はいいですね、これまたあの今、あんず、ね、東条のあんず、今盛りじゃない、いいね、ね、そしたらね、真っ白なあんずを美味しく食べる方法って、また面白いことやるんだよ、うん、これまたね、いつものね、テレビ局の女性ディレクターやられて、ね、西澤さんち、なんだか分かんないけどさ、面白い企画でやるんだって、いい、ね、うん、食べるの好きだからって、うん、美味しい食べ方見せるってよ、我々にも試食してくれる、ああ、多分ね、大丈夫だと思います、うん、いつもくれない、うん、そうそう、うん、まあそんな予定でね、はい、やっていますんで、よろしくお願いします、はい、それでは、はい、両方ね、俺たちも食べる方も楽しみですね、うん、いいと思います、ね、うん、はい、たくさん食べれば ね、はい、そうですね、いいと思います、はいはい、それでは来週のしゃべくり場所どうぞお楽しみに、楽しみに、はい、松代はあなたの町、それそれそれくり松代、またみたね。